ラカイン州はミャンマーの行政区画である。面積36,762平方キロメートル州とは失東へ。国土の南西に位置してインド洋のベンガル湾に面し、西端でバングラデシュと国境を接する。詳細はラカインの歴史を参照郷のラカイン州に対応する地域、アラカンの歴史は大まかに7つの時代に区分することができる。 最初の四つの時代は、ラカイン族が支配したアラカン王国で、政治組織の権力中枢の存在したラカイン北部地域、特にカラダン川流域を地盤としていた。したがって、これらの時代は、ダニアーディー、ワイタリ、レームロ、ミャウーに分けられている。1八十四年から1八十五年に、かけてアラカン王国は、ビルマのコンバウン王朝に征服され、 それ以後、ラカイン地方は、コンバウン王朝の領土となった。1824年、第一次英明戦争が勃発し、1826年には、ラカイン州とタニンダーリー地方域が同時に、本国への返還として、ビルマから英国へ割上された。しばらくして、英領インドのビルマ地方の一部に編入された。1948年、ビルマは独立を与えられたが、 ラカイン族は新共和国に併合されたままになった。アラカン王民民の憎悪アラカンの交渉や寺院の秘文をもとにするならば、ラカイン州の歴史は相当古い時代にまで遡ることができる。ラカイン族は自身の民族史を紀元前3325年まで遡って1785年の最後の支配者に至るまでの227人のアラカン王国の君主を 明らかにしている。彼らはその領土、すなわちアバ、イラワジュデルタ、EN、三輪の港町、ベンガル東部も描いている。しかし、歴代のアラカン王国の領土が、基地の特定な歴史的ドキュメントによる正確な、確証が与えられているわけではない。ラカイン族の伝説によれば、最初に記録された王朝は、北部の町ダニヤワディ周辺を中心として、 紀元前34世紀から紀元前327年まで続いたとされている。ラカイン族の書物と碑文が伝えるところによれば、有名なマハムニフツが作られたのは紀元前554年のことで、その時ブッダが王国を訪れたとされている。紀元4世紀にダニアワディが水亡すると、権力の中心はワイタリの町を拠点とする二番目の新王朝に移った。この時期こそ、 それ以前より多くの考古学的遺物が残っている、ワイタリキとラカインの文化、建築、仏教の古典時期とが一致するのである。ワイタリ王朝の権力の衰退とともに、三番目の新王朝は、レームロ川沿いの四つの町に出現し、レームロ王朝期を迎え、四つの主要都市は順番に、首都の役割を果たした。年、民門が最後の王朝を樹立し、 1430年にミャウーを拠点にした。ラカイン族は大航海時代をラカイン族の黄金時代とみなしており、ミャウーが商業校として重要な位置を占めるようになると、アラビアやヨーロッパとの広範囲な海運に組み込まれた。1666年、ムガル帝国にチッタゴンを奪われると、17世紀を通じて衰退を続けた。内乱、暴動や、 王の追放が非常に一般的であった。彼らがアジアで派を唱えた時代の間、ヨーロッパから来航したポルトガル人がアラカンに一時的施設を得た。1785年、内部分裂していた王国がビルマのコンバウン町に降伏した。マハムニフツは戦勝品としてビルマ人に奪われた。干国として機能していたアラカンが陥落したことによって傍聴主義のビルマと イギリス東インド会社の領土が直接接触した結果緊張が将来暴発する部隊を設定してしまった様々な地政学的諸問題が以前にビルマに戦勝品として奪われたマハムニフツを理由に第一次英明戦争を引き起こし今回は神殿の巨大な金をイギリス軍が戦勝品としてイギリス東インド会社の第二師団司令官のビム、 真へその勇気をた,たいて送った。この彫刻された巨大な金は、現在もインドオタル・プラデーシュ州、e n カンシラム・ナガー・ディストリクト・ン、キャスコンジ近郊のナドライ村にある、ヒンズー教神殿に備え付けられている。1826年、ヤンダボ条約で戦闘は終了し、ビルマは、EN、e n カンパニールールイン・インディアにアラカンとテナセリムを、割上することを余儀なくされた。 英国はアキャブをアラカンの区ととした。後にアラカンはイギリス領インド帝国の一地方になり、1937年にビルマがインド帝国から分離され別の直轄植民地である英領ビルマになった時、その一地方として変換された。アラカンはミャウユ王朝期の伝統的な区分に沿う3つの地区に行政上の区分がなされていた。 第二次世界大戦中のビルマの戦いにおいて、ビルマ中心部と英領インドを結ぶ位置にあるアラカンは、日本軍と英印軍の激戦地となった。有名なのは、第1次アキャブ作戦と第2次アキャブ作戦ラムリー島の戦いである。詳細は、EN ・マーチ1966ミゾ・ナショナルフロントアップライジング及び、ジッタゴン丘領地帯紛争を、 参照1948年、アラカンは新たに独立したビルマ連邦の一部となり、3つの地区はラカイン管区となった。1950年代からラカイン地方の分離独立を回復するための運動が活発になった。この感情をなだめる役割の一つとして、1974年、ネウィンの社会主義政権はアラカン地区からラカイン州を構成し、 地域の多数派のラカイン族に名目上の自治権を与えた。ムジャーヒディーンと自称しているイスラム教分離主義、勢力もまたイスラム教徒が多いバングラデシュのベンガル地方に隣接する国境地域でイスラム国家樹立を目的とする反乱を継続している。これに対する弾圧で生じた難民問題が国際連合でも無国籍扱いになっているロヒンギャ問題である。 同様の難民問題は、バングラデシュからインドのトリプラ州へ流入するベンガル人問題でも見られている。バングラデシュ政府によるジッタゴン管区の少数民族居住地での同化政策やダム建設による10万人近い住民の共生たちの木も両国の難民に共通する背景である。うち2万人がミャンマーへ、4万人がインドへそれぞれ難民として移住している。 2012年6月8日には、ロヒンギャと仏教徒との対立が激化。大規模な衝突が発生し、ラカイン州には非常事態宣言が出された。外国人に排他的傾向を示す住民も多く、2014年2月には、州都にある国境なき医師団の事務所に抗議行動が行われたほか、翌3月には、世界食糧計画の倉庫がボートに襲撃されている。 2017年8月25日には、州内の複数の警察、軍の施設が、武装組織に攻撃を受ける事件が発生。アラカン・ロヒンギャ救世軍が、犯行声明を出した。ロヒンギャがバングラデシュなどへ難民として脱出する。一方で、ムスリムが多いバングラデシュで差別、迫害を受けた、ジッタゴン丘陵地帯に住む、仏教徒が、隣接するラカイン州へ移住する例も多い。 ミャンマーは全体として仏教徒が多く、ミャンマー国軍などがラカイン州の仏教徒人口を増やすため、ロヒンギャが脱出した跡地の村を提供するなどして移民を勧誘しているとの報道もある。21世紀初頭から中華人民共和国のエネルギー資源計画に基づいた中国ビルマパイプラインと大型船が気候可能な港湾施設の建設が始まった。 チャウピューの港湾で、ポートスーダンからの石油を陸揚げ可能になり、石油パイプラインで昆明まで輸送が可能になる。詳細は、中国、ビルマパイプライン、真珠の首飾り作戦、大コ,コ島、ミッソンダム、および、カチン独立軍を参照西海岸に位置して、北はチン州、東は、マグウエ地方域、バゴウ地方域、エイヤーデ地方域、北、西は、 ベンガル湾にメンシマユ半島があり、ラムリー島やチェドバ島を含む、北緯17度30、21度30、統計92度10、94度50の範囲に位置する。アラカン山脈がラカイン州とミャンマードを分けている。空港水上ビルマ、S4 ガットンロヒンギャ、BBC ニュース、サタデー、11マーチ2006、0時26分、GMT ハット、 カマンムスリムズともかく王朝の年代に関しては、アラカンの交渉や、寺院の秘文をもとにした、アラカン王国の君主一覧を参照。主要構成員はかつて傭兵であったムスリム系、カマンである。このカマンとロヒンギャの関係がリンクして、国籍問題となっているのが後日のロヒンギャ、族問題である。ミャンマー国連施設に、棒王と治安部隊の発砲で11歳少女死亡。 afphttp コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュ ar-ticles スラッシュスラッシュ30111522014年3月29日閲覧。ロヒンギャ武装集団が襲撃。約100人死亡 CNN2017 年9月10日閲覧。ロヒンギャの地に、仏教と、ミャンマー、移住流す、バングラ批判の狙いも、 毎日新聞長官2018年9月2日2018年9月2日4日閲覧グレイアム・ジェンキンスバーミーズ・ジュンタ・プロフィッツ・フロム・チャイニーズ・パイプラインテレグラフ2008年1月14日インドとミャンマー間国境にあたるパレワミエイワ間の高速道路の建設計画があるラハホタはインディア・ビルマボーダーの町であるありがとうございます